はい、皆さん、こんにちは、ムーンでございます。今回のパートと次回のパートはですね、ちょっと収録するときにですね、設定をミスりまして、はい、なので、後付け実況でお送りします。で、今回もスノーヘッドの神殿をやっていきます。で、前回ね、次どこ行こうかっていうところで迷ったところで終わったんですけれども、戻ったところ、どこだ？ゴロンジャンプしたところの部屋に戻った右側に部屋を見つけたので、そこに入ってからスタートしていきます。なんかね、大広間みたいなところに来ましたね。このスノーヘッドの神殿のメインとなる場所なんでしょうか。で、早速ね、下りの階段を見つけたので下ってきたわけですが、ここはね、特に何もなかったです。こうやってね、いきなりね、敵が飛び出してきたりするので、ゴロンパンチでやり尽くすと。そう、ここはね、何なんだろうって思ったんですけど、まあね、後々分かるんですが、ちゃんとね、意味のある場所ですね。はい、実はね、後付け実況なので、もうね、実はスノーヘッドの神殿終わってます。いやー、ここはね、迷いますよ、ほんと。これね、迷う様をね、ぜひ皆様楽しんでニヤニヤしながら見ていただければと思います。ここはね、凍ってるんですけれども、ゴロンパンチで何とかなんだろうって思ってパンチしても何もならなかったですね。まあね、後々ここも溶けますけど。さてさて、さまよったその先のお部屋に入ると、まあ、ここは戻ってきたようなもんですかね。なんかね、普通に後付け実況してても迷いますね。で、ここ登ったら戻ってきますね。はい。で、そこでムーンさんはね、悟るわけですね。ここは行っても意味がないと。この先に行かなければ意味がないと。で、扉、ほとんど凍ってるので、おのずと次に行くところはここになるわけです。ここはね、ブロック引っ張るとその奥にね、宝箱があったような気がします。でもね、スノーヘッドの神殿、私迷いすぎてね、実況という実況ほとんどできていなかったので、ある意味声が入ってなくてよかったかなって思ったりもしますけれども。で、鍵ゲットしました。本当にね、難しかったですね。一番最初のウッドフォールの時と格段にレベルが上がった感じがしました。はい、敵自体はね、まあ、そこまでなんか難易度は高くないかなって感じがしたんですが、でもね、そのダンジョンの難易度でいうと私は結構難しかったですね、ここは。で、小さな鍵をゲットしたので、どこに向かうのかなと思ったですね。一番最初の部屋に戻ることになりますね。はい。で、ゴロンでね、このフリーザを倒せるので、で、倒して、で、はぐれ妖精をゲットして戻ります。で、私ね、はぐれ妖精は結構ダンジョンが終わった後にね、ゆっくり集めたい派なので、完全にここで集めて、はぐれ妖精は回復用ですね。回復用で集めてます。そう、ゴロンになるとね、このマグマの上を歩けるっていうね、なんちゅう便利な。でも普通の人間もさ、お面かぶってなんか別の姿になって、いろんなことができると便利かもしれないですね。おう。で、鍵のある部屋はね、ここになるので、取りたいんですが、ウルフォスが邪魔ですね。はい、地震で倒す。で、ここに行くんですけど、そう、またね、ウルフォスいるんですよね。これ、氷の中に入ってるように見えたんですよ、最初。そしたらね、後ろにいたっていうね。いやー、ゴロンリンクは慣れない。うん。
それで宝箱あるんですけど、私ね、ここね、最初警戒してました。ここだって普通にさ、周りに敵とかもいない状態での宝箱ですよ。なんかあるじゃんって思ったんですけれども、まあ、特に何もなく、ね、コンパスをゲットしました。それでこちらもおりますね、ウルフォス。わあ、はい、それでここなんですけれども、私ね、爆弾持ってることを忘れてました。ゴロンパンチとかで開くかなって思ったんですけど、開かなくてですね。でここで思い出しましたね。あ、私には爆弾があるんやったわって。でそしたら先に進めるようになります。ここさ、なんか自分が何階にいるかっていう感覚がね、なくなっちゃうんですよね。で私ね、今回ここの神殿に特に縛りをつけたわけではないんですけど、なんか2日間に48時間でねクリアしなければいけない状況になったのでね、結構急いでるんですが、なかなかにうまくいかなくてですね。でここの部屋、まずどこに、次の部屋はどこにあるんだって感じでね、ブラ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 さまよってるんですけども、そう、上にねつららがいるんですよね。それでここをね、あの足場をどん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 ジャンプしていくような形になるんですが、私はねこのつららをどうすればいいか、どう処理すればいいかっていうのが分かんなくってね、ここはちょっとググりました、調べました。分かんなくなっちゃって、はい、調べてきました。そしたらね、弓でこの上のつららをね射抜くんですね。で1回では無理なので2回で、そしたらつららが落ちて、この足場に置いてある氷が割れるって感じですね。はい、あと3本あるんですが、まあこうやってね、生き方が分かればね楽なんですけど、これを考えるっていうのが難しいですね。まあここはググりましたが、もう弓のこのクソエイムな感じですよ、本当大変ですね。ここはちなみにね、弓が大活躍するダンジョンになるので、本当私のクソエイムさがよくわかる動画になると思います。はい、飛ぶんじゃ飛ぶんじゃリンク、飛ぶんじゃ、ほう、うん、向こうさん、なんかさ、着地なんか体操選手みたいに、ね、両手上げて着地する感じが可愛い。でこの大きい雪玉はね、ゴロンじゃないと開けられないんですね。で宝箱の中に鍵をゲットするんですが、私はねこの鍵は、あ、すぐそこやりましたね。どこで使うんだったっけって今後付けしながら思ったんですが、すぐそこにありましたね。そう、ここもね結構苦戦したお部屋になります。あんたがただ上に乗るだけじゃこんなオーケーも、ね、引っ込むわけないでしょ。そう、ちゃんとねチャットはね積んでながらもヒントをくれるのが可愛い、可愛らしいですね。ここはね常にね敵が近くにいるぞ音楽が鳴り止まないところになります。雪玉のお化けっていうか、こいつはねよくよく見たら可愛いんですけれども、集団で奇襲かけてくるので、そこがねイラッとしますね。でここなんですよ。ここもね、あのよく考えたらすごくシンプルなあの謎解きなんですけれども、なかなかにね難しくって、初見プレイ者にとってはね、どこをどうすればいいんだって感じでね、分かんなくなっちゃって、結構苦戦します。
いろいろ苦戦しましたが、なんとかここへね、あの解決の糸口をね手にできたんで、まずはねここ普通にジャンプで、踏んで、で、あ、そう、ここではないんですね。で、ミスる。あ、まずはね、ミスります、ミスります。はい、じゃあもう一回、もう一回。まずはここをドーンして、そしたら今度はここですね、ここをドーンしなきゃダメなんですね。はい、そしたらドーンしたら、そう、ここの扉がね出てくるので、あとはここの足、ここを足場にして飛び越えて入ると。あー、ようやく行けましたね。結構苦戦しました。で、今度はここはどこかな、3階部分ですかね、上の階に行きました。で、ここは転がって行きます。ほんとここね、ゴロンリンク大活躍ですよね。あとね、私ねダンジョン行っててね、ここもね結構苦戦しましたね、何気に。ここはもうね、あの丸まっていかなきゃダメなんですけど、この雪の斜面っていうんですかね、あのまだね3階部分の雪の斜面はね、こう下に足場があるからいいんですけど、さらに4階にも同じようなところがあってですね、そこはこんな感じで足場がないんですね。なのでもう1回ミスると2階ぐらいかな、2階じゃない、一番下まで一気に落ちるのかな。なのでここは何気に苦戦しました。それで部屋があるので入ります。で、そしたらですね、ここはパート14の時に、ダンジョンマップを発見した部屋の上の部分に来ますね。まあ、特に何もないので、何もないっていうか今は、ね、行けそうにないところなので出ます。あ、危ない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 、落ちる落ちる落ちる。そう、次はこっち側ですね、反対のお部屋に行きます。はい、ここはね弓がすごく大事なので管理しなきゃいけないんですけど、で、中ボス戦です。ここでここね、正しい倒し方っていうのよく分かんなくって、私はね全部弓で攻撃をします。はい、中ボスはおじいちゃんですね。いや、なんかさ、ムジラの仮面、私なんか、まだ思ってたよりもね、ホラー要素をね、特に感じていなくて、普通にね、楽しくダンジョンを巡ってるんですけれども、後々なんか怖い、見た目が怖いとか、そんな敵が出てくるんですかね。今のところ、月ぐらいしか怖いなって思ったところがなくってですね。このおじいちゃんもさ、なんか怖いかなって思ったら、よくよく見たらなんかちょっとよぼっとした可愛いおじいちゃんだったので、あ、なんだ怖くないわって思って。そう、でもね、攻撃は結構えぐいんですよね、凍らせてくるっていう。はい、おじいちゃん、はい、それで倒すと、倒せました。まあ弓でも倒せたからいいかなって感じですけど、ゴロンリンクとかでも倒せたりするんですかね。宝箱の中は、はい、炎の矢です。これで溶かせますね、凍ってる部分が。で、炎の矢をねゲットしたところで確か今回は終わったような気がします。はい、魔法の力で、は
命中すれば火だるまですね。物に火をつけたり氷を溶かしたりもできますと、まあね、魔力を使ってしまうので、そう、あとね、私気づかなかったんですけど、ゴロンリンクでね、転がるやっても魔力削られていくんですよね。はい、なのでね、その辺もよく考えながらね、この先ダンジョンを攻略していこうと思います。はい、そう、まあ、普通の矢とね、炎の矢どっちも使うからどうしようって感じでね、いろいろ考えながらね、道具の組み替えとかやってるんですが、はい、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。